皆さんこんにちは、淡井圭介です。本日2023年、11月の23日、16時8分、ライジンや、ボクシング関係の方たちへのメッセージということで、状況、人口統計について以前、話が回ってきてる人は話が回ってきてると思うんですけども、行政の、例えば兵庫県、三田市の、行政のホームページでは三田市の人口10万人と表記されてますけども、およそ3万人いるかいないか、それぐらいです。これは秀和株式会社で働いていた時から何かおかしいということになってたんですね。っていうのはその当時我々はほとんどの家に全ビラかけてるんですよ。で、持ち出し枚数とか決まっていて、例えば、ここの地域は、1700枚ぐらいだとか、1600枚ぐらいだとか、集合住宅とかたくさんあるところで、2200枚だとか、そういうふうな、持ち出し枚数が決まっていて、ほとんどの地域巡回してたから、家の件数がわかるんですよ。で、三田市って1万件あるかどうかなんですよ。で、そこから、空き家を引くんですね。で、じゃあ行政にとって、人口を偽ったら何があるのかっていうところで、これもね、これ言われるとショッキングかもしれませんけども、NHK っていうものは、NHK 料金は皆さんの税金であって、これは国会議員の方たちが何十年も前から認めています。で、NHK の上は総務省なんですね。で、総務大臣のもとに NHK というものは存在します。で、だからテレビのニュース自体はフェイクニュース、戦争のフェイクニュースも多いっていうことは皆さん、知ってる方は知ってると思うんですけども、それだけじゃありません。普通に一般的に流れてるニュースもほとんどが、以前のものです。で、純利益がないからなのか何なのかわからないですけども、もう理性のタガが、飛んでしまってる、これが現実です。で、その人口の件について、これみんながしっかりと把握してなかったらね、結局証拠原理が成り立たないんですよ。埋まらない、観客席が。完全に間違ってた。これ、三田市だけじゃなくて、神戸市の北区も、もう詳しく知ってるから、よくわかるんですけども、5万件ぐらいしか家ないんですよ。なのに、人口は20何万人。25万人ぐらいだったかな、27万人だったかな、多かった時、それぐらいで表記されてたんですけども、絶対いないです。だって5万件で、そこから空き家引いて、僕みたいに、今時一人暮らしの人たち多いんですよ。15万人もいたらすごい方、多分いないと思います。15万人もっていうことは、神戸市民の147万人っていう数字もそもそも嘘で、これね、地方交付税法っていうものがあるんですけども、これ六法全書です。で、こちらの第12条あたりからいろいろな分類書いてるんですけども、これは、C とかにね、入ってくるお金のことで、その割り当てが書いてるんです。で、生活保護、これも人口にもよるんですけども、これは生活保護の係の人がちゃんと生活保護者の家、回ったりしてるから、ここは、数間違いがない。ただ、社会福祉とか、衛生費とか、高齢者、保健福祉法とか、この辺の人口については、かなり、でたらめになってる可能性があります。で、ある部分で行政にとって人口の統計がどうしようもない部分があります。これは世界中の人口の統計で。これは二重国籍の人とか三重国籍の人が存在するからです。例えば、二重国籍の人は日本人として、戸籍があって、例えばアメリカに行きました。アメリカの、国籍を取得しました。二つの国の国籍は取得できるんです。で、ということはアメリカ人としても1なんです。日本人としても1なんです。実際人間は1人しかいないのに。三重国籍の場合は1人しかいないのに3人としてカウントされるんです。だ、世界的に人口統計は全然変わってきてるんです。で、なぜこんなことが起きてるかって言ったら、第二次世界大戦の前後の頃に、例えばブラジルへの移民だとか、朝鮮半島への移民、もうその当時の政府はもうものすごく嘘ついてます。ブラジルの方が豊かであるだとか、朝鮮半島の方が豊かであるだとか、もう嘘言って、もう人べらしです。要するに。
日本から人を追い出そうっていう政策をしてたんです。で、インドネシアだとかフィリピンだとか、第二次世界大戦の頃もその現地で、残ってた、兵士やその関係者の皆さん、そういった方たちが結局母国に戻らないでその土地で、生活をして、まあ、日本国籍であり、インドネシア国籍であったり、まあ、日本国籍であったりフィリピン国籍であったりしたと。まあ、台湾でも同じようなケースはあります。もうだからアジア近隣全体でそういうことが起きていました。日本だけじゃなくてね。で、そこでね、お亡くなりになられた方が、まあ、死亡届を、まあ、まあ行政の人もしくはそのご家族さんが最後見取って、届けるじゃないですか。そしたらその窓口の人はそこの国の国籍の人を死亡届を受け止めてるから、そこの国で死亡しましたっていうことになるんです。でそれをその国の人が、その死亡届提出された、そのお亡くなりになった人はね、もともと中国人なのか日本人なのか台湾人なのか、はっきり言ってよくみんな分かってなかったんです。だから他国への、その人の家系をねずっと調べて、そもそもその人の家系を日本が提出してあげましたかっていう話なんですよ。他国へ移籍された方の国の人たち、移民された方たちとか、その第二次世界大戦とかでね。じゃあ当然、その当時、特に第二次世界大戦の頃なんて、パソコンっていうものを扱える人間がそもそもあんまりいなかった。そもそもで言うと。で、ここ近年なんですよ。1980年代ぐらいですね、一般家庭でもパソコンをも、まあ、買うようになったのは、それまでは、その1980年代でも、もう奥行きとかこれぐらいあるブラウン管のテレビ型のね、パソコンだったんです。すごく大きな。今の薄型のノートパソコンっていうのは、大体1990年半ばぐらいだったんじゃないですか。それぐらいの頃。それでも当時かなり高価でしたね。ノート型パソコンってすごく珍しくて、いいものだったら20万超えてましたね。だから、まず一般人は買わなかった。で、パソコンを扱える人間っていうものがあまりいなかったんですよ、昔ね。っていうことは、行政の窓口で働いていた人たちが、例えば法律まで覚えてね、その当時ですよ。第二次世界大戦の後とか、そこから20年、30年。そんなに日本でも今いないでしょ？もうこれ働いていていろんな人と話してる。分かるんです。あ、この人分かってないなっていうこと。公務員の人とかでも。だってね、昨年の、3万円の給付金、別にその人をけなしてるんじゃないですけども、生活保護係の人に聞きに行ったんですよ。給付金いつぐらいになりますかって、6月下旬ぐらいに。そして驚かれたんです。何ですかそれはって。こっちからしたら、いや、ニュースでテレビで放送しますよって、早いところはもう配ってますけども、上から何も情報来てないんですかって言ったら、いや、全然来てないです。市役所から全然連絡来てないんですかって、いや、来てませんって。これが世の中の実態なんです。全然どこも機能しない。本当に。だからもう、だからこの人口のところの交付金も、多分、東京からお金回してしまってるんだと思いますよ。っていうのは、変な補助金がついてるんですよ。三田市、住宅一軒家。400万円の補助金。で、三田市なんか働くところほとんどない。高校も、もともと3つぐらいしかないんですよ。その時点で人口あんまりいない。じゃあ、人口がたくさんいることにして、中央からお金を集めてたっていうことになる。もうこんなとんでもない横領事件聞いたことない。もしお金が集まってたとしたらね。だからこれは詳しく調査しなければならないし、一部その映像出てきてます、テレビで。で、神戸市も同じなんです、実態。数全然違う。147万人が絶対いない。神戸市北区も高校の数、5つ、確かもうなかったと思う。いくつかもう廃校になって。ない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 。そんなんで20何万人なんかいるわけない。で、2003年以降に個人情報保護関係が出来上がって、極端な少子化が始まって、人口が生まれてくる人たちのね、男性と女性っていうこの割合、例えばここはね、ここはまあ、2004年としましょう。で、2005年、2006年、2007年、2008年、2009年って、こういう形になってるんですよ。どんどん生まれてきてる方少なくなってるんですね。で、もともと出生率は 2% で人口横ばいなんです。で、今、最新のデータで 1.27。
最新のデータといっても統計終わった後なので結構前だったりするんです。で、世界中ずっと先進諸国は少子化が進んでいて、3分の1以下の人しか今結婚出産にたどり着けてない。でも今4分の1ぐらいの人しか結婚出産にたどり着けてない状況が出来上がりつつあると。しかも晩婚化してあると。これがこの世の中の実態で、だから事業規模を結局縮小していかなかったらもうどうしようもないんです。どこも。野球だろうがサッカーだろうと。だから複数本拠地制度とかをサッカーとか野球で僕は唱えているのはそういうことなんですよ。お客様の財布の中身も限られてるから、人口も決まってるから、だから開幕してからはまだ時期寒いじゃないですか、3月下旬とかね。だから沖縄とか鹿児島県とかで試合を行って、季節に合わせて徐々に北上して、まあ4月下旬か、まあ、5月上旬ぐらいから、まあ、関西とかね、まあ、中国地方だとか関東だとかそれぐらいで試合をして、7月8月とか、まあ、9月半ばぐらいまで東北とか北海道とか北信越地方とかね、ああいうふうな日本全国をうまく巡回して試合の数を分散させてあげるんですよ。そしたらそこの地域の人がその期間限定だから見に来てくれる可能性っていうのは高まりますよね。だからそういうふうな知恵工夫を凝らさなかったら、もうこれどう考えても無理です。もうマーケットのその市場がね、相手としてお客様の数が、市場がもう半減してるんですよ。例えばまあ、マサトさんとか活躍してた頃と比べると。もうそれぐらいですと、極端な、少子高齢化と、それ含めて。もうだから正直テレビ局がこれね、僕が学生の頃って夜中の12時以降とか、その明け方はまあ5時半ぐらいから報道番組、まあ報道と呼べるレベルの報道番組でもないですけども、バラエティがだいぶ混ざってるから、番組夜中とかか明け方までなかったんですよ。話おかしいでしょ。人口減っていって、動かせれるお金の量は減ってきてるはずなのに、逆のことをテレビ局してるんですよ。もう絶対これバブル崩壊の前兆。絶対もうめちゃくちゃなことしてるから。ただただ後の世代の人たちのお金先食いして使ってるだけだから。もう毎回同じ。1990年にバブル崩壊して、で、一回金融政策とかいろんなことを引き締めを行って、で、また、それから、消費を加速させようとして、また逆のことをし始めて、もうエネルギーの残存量問題で物事考えておいておいたらいい。ガス自体がこれから先々も採掘していく量も込みで、世界的に技術採掘可能埋蔵量がもう49年分。で、石油が今54年分。2012年、かな13年のデータで石油の採掘埋蔵量が59年分だったんです。それを自然再生可能にその当時先進主要国で、大体数パーセントぐらいだったんです。もう 5% ほとんどありませんでした。だけども多くの主要国で自然再生可能エネルギーで全電力の 10% 以上上乗せしてきたんです。で、電気自動車とか混ぜて、で、ガソリンの消費はどうなったかって言ったら、まだ拡大の一途をたどったんですよ。それはなぜかって言ったら、もう発展途上国が先進諸国がしてしまってるんですよ。車売りすぎてたでしょ。ずっとここ数年前からトヨタさんとか純利益1年間でもう超超えてたんですよ。純利益ですよ。総売上とかじゃないですから。営業利益、経常利益、純利益の順番なんですよ。純利益までたどり着こうと思ったら、工場とかに投資したお金とかも全部返済終わってる状態なんです。純利益、だから手元にほぼ丸々残ってると考えてもらったらいいです。ただ、従業員規模多いですよ、トヨタさんは。巨大な企業ですから、雇用者数が20万人ぐらいいらっしゃったんですかね。だからその人たちの退職金とかも用意しておかないとダメなんですけども。だからまあ手元にお金をかなり残しておかなきゃならない部分はあるんですけども、だけども、それだけ純利益が出てるっていうことは世界中に車売りすぎたんです。本当に。根拠何にもないのにエネルギーが保っていられるっていう。で、今から20年ぐらい前とか、10年以上にもわたって、
化石燃料が悪いみたいな、空気が大気汚染がっていうことで石炭をあんまり使用しちゃダメだっていうことを言ってた人たちいっぱいいたでしょ。テレビのニュースでも池上彰さんの番組とか見てた人たち、よく見てる人だったら分かるでしょ。あれ全然違うんですよ。石炭の技術的採掘可能埋蔵量は今の消費量でいうと100年分以上あるんですよ。だ石炭の使う量を多くしておかなかったらならなかったんですよ。ガスの火力発電所をやめといて石炭の火力発電所をプラス原発で何とかしてりゃよかったんですよ。で、天然ガスの7割は石油の揮発したものなんです。石油は、ガスがもう、石油がもう、気化してね、その揮発して、気化して、ガス田になってるところで採掘したりしてるだけなんですよ、ほとんどが。あと、まあ、火山地帯とかでメタンガスとかも採掘されてるところはあるんですけども、それはもう全体量から見ると、微弱なんです。で、もうメタンハイドレートも掘ってるんです。でそういった数字込みなんです。日本の海域のメタンハイドレート。あんなものはもう掘ってるんです。でそれ込みで技術的採掘可能埋蔵量が出てるんです。で一応南極条約2048年まで、資源の採掘は禁止されてるんですけども、一応ね、G20 の国が40カ所ぐらいでずっと穴を掘り続けているんですけども、すでにそこで見つかった技術的採掘可能なその石油とかガスはもう数字として組み込まれている可能性がある。もう無理、本当に。急に、もうだからもうその件でね、そこまで行って委員会とかで僕はもういろいろ言っていたら、やっと武田恒康さんとかも、一応旧皇族の家系の人、武田家の人なんですけども、もう世界中で数量制限かけるしかないってもう僕は言ってる、その同じ内容を、大声で言い始めた。これが世の中の実態なんです。あんまりみんな世の中のことよく分かってなかったんです。だからまあ、ライジンとかの皆さんに言えることは、そういうことを事前に知っておいてもらって、もうその、下手に借金背負ったりしても、裁判所で破産法が通らなかったら、生活保護のままあなた働いて返済してくださいねっていうことになるんですよ。本当に。そういう裁判あります、事実として。で、年金とかは、あれは基本的に支給が始まるまで差し押さえられないだけで、支給が始まったら差し押さえられます。これはもう全部本当のことなんですよ。でもうこれ商業原理的にね、ほとんどの民間の企業は無理です。こんだけもう2003年から個人情報保護関係が出来上がって、人口がもう日本で言うと、もうまず間違いなく極端な少子化もうこうなっていきましたから。もう生まれてきてる人が少なすぎるんです。だからもう先々もうどうしようもないです、見通しが。で、これが日本だけじゃなくて世界中で起きていて、一番悲惨なのは韓国。だいぶ前から出生率 0.8%。日本が最新のデータが 1.27 とか、その前が 1.4 とか、その前が 1.6 とかで、こうなっていったんです。0.8。2045年になったら、65歳以上の人の割合が、日本だと、今はもうね、65歳以上の人の割合がもう 28% 超えてるんですよ。29% ぐらい。で、2045年になったら日本は 38% 超えっていうのを政府は予想してるんです。で、韓国は、だいぶ前からもう 0.8 とかだから、もう2045年になったら多分65歳以上の人が 50% 超えます。もしかしたらそのよりももっと手前の年数で、例えば2040年とかでもうそうなってるかもしれない。これはもともと個人情報保護関係とか、もう腹割った話で言うと、エネルギーの残存量問題が解決できなくて、人減らしに動いた可能性が高い世界中で。で、そのことを当時決めた人たちは、もうこの世にいない。これがこの世の中の実態なんです。だからもう自分たちでどうにかするしかないなんですよ。そのエネルギーの残存量問題の解決をね。だからその辺のところで、まあ自分たちでその創意工夫を凝らしてできるだけエネルギーを消費しない。みんなで、できるだけ電車バス徒歩で移動しましょうとか、まあそういうふうな形を考えるのと、あと事業的に考えると、海外もお金の周りが絶対行き詰まります。海外も少子化だから。スタジアム
のお客さんの入り方とか、だから余分なことにお金を使わないっていうことを、節約を、一番強く心がけること。例えば昔だったらまだK1 とかが普及する前ですよ、ボクシング、まあ、僕はもう学生ぐらいの頃もうほとんど見たことなかったんですけども、例えばボクサーの人の世界チャンピオンになれた人って、例えばガン、ああいったものがその何十万だとか100万するだとか言われてたんですけども、もうそういうふうなお金の使い方してはもう絶対負け、稼げないから、もう稼げなくなるから、もう絶対的に。だもう経費をどれだけ節約できるかっていうのがもう今後のポイント、もうこういうことになります。で、まあいろんなスポーツ団体とや経済界にも呼びかけてはいるんですけども、そのみんなできるだけ電車バス等で移動しましょうっていうこと、もうこれが現実ですね。もうその2003年にね、そのもう一度世界国勢図を購入したんですよ。これが今年の9月に、再び、毎年発売されるものなんですけども、これもね、いろんなデータの読み方とか分かってる人じゃなかったら、書いてる額面の数字だけを見ていたら見破れないんですよ、いろいろ計算しなかったら。だからその辺のことはホームページ淡井圭介の履歴の36万、まあ、今一時停止をしてもらって、もう一度言いますよ、ホームページ淡井圭介の履歴の36番、そちらを見てもらって、確認してもらったら良いかと思います。それで、まあ、大体のことが、説明とかは理解してもらえると思います。正直もうどこから手をつけたらいいのか分かんない状態ですね。コロナウイルスの件は僕のホームページの別の欄見てください。それ、その辺のことをその結びつけて話すると動画止められます。で、今ペナルティ2回やられてるんで、その90日間パートナーシップとか結べない状態ですね。それが9月の下旬の頃だったから、来年の1月下旬ぐらいになったら解除されるんですかね。だからもうその辺のことをもう言えない、今言えないっていうことは、そういうふうな実態っていうことを誰も理解することができない。で、そこまで一定委員会の人たちはこの間やっと言ってくれました。そのウイルスの件でね。非と、もう分かりますよね。まあテレビで放送されたから、まあ大丈夫だとは思うんですけども、まあこれぐらいにしておきます。あとは各自皆さん、このむちゃくちゃな状況を理解してください。想像してるよ以上にもう世の中、怖い状況出来上がってますね。以上です。皆さんご協力、ご対応などよろしくお願いいたします。